いいたします。皆様こんにちは。大物踊りについて少々ご説明申し上げます。大物踊りは真田十万石の城下松代町の祇園祭礼のにあたり余興の一つとして催されてまいりました郷土の舞踊でございます。ちなみに松代町の祇園祭礼は江戸時代には非常な賑わいを見せ全国でも指折りの大祭としてその名を知られておりました。祇園祭礼の当日松代藩真田家の殿様は町の中心伊勢町にありました藩の役所お久屋の桟敷において藩士の馬術をはじめいろいろの余興を見物され夕刻騎乗の際に松代城大門の前に設けた松葉桟敷に着席されこの踊りはその御前で踊りましたので大門踊りと呼ばれているようになったと伝えられております。踊りの起源はあまりつまびらかではありませんが江戸時代初期の慶長年間徳川家康の六男松平忠輝公が松代城主だった時徳川将軍家の男子出生を祝うために催されたものが始まりとされております。その後元和8年真田信之公が上田から移封されて松代城主となり以来松代領真田十万石の千秋万歳の家坂をことほぐとともに五穀豊穣を祈る大音踊りの性質も持ち合わす踊りとなりました。大門踊りは松平忠輝公時代の魚町御崎踊りと真田氏が移封してからの七花鳥踊りの2種の踊りで構成されておりますが踊りの動きや歌詞の中には今は滅びてしまった伊勢踊りの形態が残り収穫祝い歌や雨乞い祈願などの要素も含まれている珍しいものであると高野達之文学博士は評価されております。廃藩後は久しく行われておりませんでしたが大正10年松代開府300年祭を執行するにあたり復活しました。昨年400年祭が行われましたので復活してから100年になります。昭和44年には長野市の無形文化財第1号として認められている踊りでございます。それでは大門踊りご覧ください。太鼓の頭を頼みます。よーよー。いけ。Oh.
太鼓の頭を頼みますよ。
しかと踏んでやれこの場をばならさぬえ。ああ、ならさねばやれ不満もも。ああ、そこらで落とすな。ああ、任せておけろ。ああ、任せておけなら松原越えたえ。ああ、松原越えてよんやさ越えたえら。ああ、松原越えてやれこの人形は。ああ、めでた、めでた。Ah!
松原越えたえ、松原
できなかったんですけれども、やっとこのようにお披露目をしていただくことができました。ありがとうございました。